は鳥取県の稲葉県山陰柴犬そのもとは島根県の関州県どちらの犬種も今はもう耐えて滅んでしまったが二つの血を引くその命山陰柴犬ここにあり戦争で絶滅の危機あったけど千年続くこの血統決して絶やしてなるものか戦時有志の努力にて山陰柴犬守られる一時はその数数十頭今ではなんと400頭山陰柴犬その特徴スリムでシャープな小型犬顔幅で鳴いた血耳で尻尾は刺し岡牧雄です足腰強く